今ご覧いただいているような昔に撮影した動画や古い映像、アニメ映像など、現在の技術からすると非常に画質が低く、そのギャップに驚きますよね。今回は誰でも簡単に動画を高画質化する方法をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。今回ご紹介するのはヒトポビデオエンハンサーです。早速ヒトポのホームページからソフトをダウンロードしましょう。ソフトを開きます。こちらにサンプルの動画もありますが、今回は別の動画で効果を試してみます。こちらに動画の解像度が表示されています。こちらから AI モデルを選択します。汎用的なジェネラルデノイズモデル、アニメに適したアニメ専用モデル、人物に適したポートレート専用モデル、今回はジェネラルデノイズモデルを使用します。続いて出力する解像度を選択します。カスタマイズでお好みの数値を入力することも可能です。今回は 4K を選択します。続いて出力フォーマットを選択します。今回は MP4 を使用します。効果のプレビューをクリックします。プレビューでは選択した箇所から45フレーム、つまり2秒分の処理結果を確認することができます。拡大して比較してみても、毛先の一本一本まではっきりと表現されていることがよくわかります。プレビューを終了します。エクスポートして保存します。続いてアニメ映像でも試してみます。こちらに解像度が表示されています。今回はアニメ専用モデルを使用します。解像度を選択します。プレビューを確認します。キャラクターの輪郭がはっきりとし、色合いも鮮やかになりました。続いて白黒映像のカラー化を行います。モデルを追加するから AI モデルをダウンロードすることができます。カラー化モデルをダウンロードしましょう。先ほどダウンロードしたカラー化モデルを選択します。解像度を選択します。プレビューを確認します。あっという間に動画の着色を行いました。非常に自然な仕上がりですね。ヒットポービデオエンハンサーはたくさんの洗練された AI モデルを使用して、誰でも簡単に動画を高画質化することができます。皆さんもぜひダウンロードして使ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。